メスの鳥の伝部に発生した重度のハエウジ症。画像右下に3から4センチメートル台のぽっかりと開いた傷口があり、ハエの幼虫が肉を食べている。ハエウジ症は、ハエの幼虫が生きた、哺乳類の体内に侵入したことによって発生する感染症である。つまり、何らかのハエの幼虫であるウジが寄生虫となった状態とも説明できる。ウジは、 宿主の生態組織を食べて成長する。ハエは、解放層や尿、瓶に汚染された毛皮を好むが、一部の種は、傷のない皮膚であっても侵入することができ、ウジのベクターとして湿った土やハエウジ症を引き起こさないハエを利用することが知られている。人に寄生したものを新生配症として区別することも、ある。ハエウジ症は、交語では、ハエウジ症、 肺腰中症などと呼ばれることがあり、患者、または、その罹患組織は、うじが湧いたと称される。このような状態を表す名称は古代ギリシャ語の、μ ウプシロンアルファに由来する。南山道医学大辞典は、肺症、主な、見出し語に採用、肺炎児症を別名としている。ステッドマン医学大辞典は、マイアススの訳語として、肺うじ病、肺腰中症を挙げる。 医科学大辞典は、ハエ用中症を主な見出し語に採用、肺症、エウジ症を別名としている。その他、皮膚肺症という用語を使用する文献もある。人以外の動物は人ほどうまくハエウジ症の原因や症状に対処できないため、このような規制は、畜産業において非常に重篤で長引く問題となる。すなわち、人の行動によって緩和されない限り、 重大な経済的損失をもたらす。典型的には動物においてより重大な問題となるものの、ハエウジ症を引き起こすハエが生息するような熱帯地域に住む人にとっても、ハエウジ症は比較的よく見られ、しばしば寄生したウジを取り除くために、外科的な処置を必要とする。ハエウジ症は様々な病態を取り、患者への作用も様々である。このような相違は、 ハエの種類とウジが寄生した部位によって生じる。一部のハエは解放層に散乱し、一部のウジは健康な皮膚を侵襲する。鼻や耳を通じて体内に侵入することもある。さらに、唇の周囲に散乱された卵や、食べ物に付着した卵を飲み込むことが原因となる場合もある。ハエウジ症とその症状にはいくつかの種類がある。ハエウジ症の人体への影響は、 ウジの寄生部位によって決まる。ウジは、様々な部位の死んだ、餌しした、あるいは生きている組織を犯す。寄生部位には皮膚、目、耳、胃、腸管、あるいは泌尿器、生殖器などがある。ウジは、解放層や健康な皮膚にも侵入する。一部は鼻や目を介して体内へ侵入する。ウジあるいは卵は、 食物と共に飲み込まれた場合、胃腸に到達して消化器肺うじ症を引き起こす場合がある。院内で起こる肺うじ症も報告されている。肺が存在する場合、開放層や炎症を伴う患者では、極めて頻繁に見られる。院内での肺うじ症を防ぐために、入院患者のいる部屋には、肺が入り込まないようにすべきである。総症部位の肺うじ症は、開放層に、 ハエの幼虫が寄生した場合に生じる。熱帯地域での戦争による受傷に伴う重大な合併症であり、戦争がなくとも世界の大部分の地域で傷口が放置された場合にも見られる。ハイリスク群としては、認知症などの精神的な問題のほか、一人暮らし、路上生活、家族の無関心などの社会的、経済的状況が悪いこと、高齢、寝たきり、肥満、 糖尿病、悪い衛生状態、免疫力低下、血管促線性疾患などがある。その他、頭じらみによる交渉もリスクを高めるという報告がある。人の目で起こるハエウジ症、すなわち、目エうジ症は、ハイポダーマタランジ、羊肺が原因となる。目のハエうジ症に続発して、ぶどう膜炎、緑内障、網膜剥離が引き起こされる。 これら目の表面があるいは内部で発生するいずれの病態もハエの幼虫により引き起こされる。家畜で最もよく感染が見られるのは羊であり、羊のハエウジ症の項目でより詳細に解説されている。この病態は黒エ科のハエによって特に高温多湿な環境の場合よく見られる。黒エによるハエウジ症は オーストラリアの羊産業において年間1億7000万ゴードル以上の損失を引き起こしており、これは世界でも最も甚大な損害である。この深刻なリスクに対処するため、オーストラリアの羊農家はミュールシングと呼ばれる肺の寄生部位を除去する処置を行い、寄生を予防するのが一般的である。また羊の,のドッキングも世界中の羊農家の間では、 一般的に行われている。ウジは稀に外陰部に寄生し、外陰部肺うじ症と呼ばれる病態を引き起こす。このような問題はオーストラリアやニュージーランドに特有のものではない。特に家畜、とりわけ羊が高温多湿な環境に置かれるアフリカの大部分やアメリカを含む世界中で発生する。肺うじ症は羊だけの病気というわけでもなく、 コックリオマイア族のハエは、家畜の牛やヤギで、最大1億米ドルもの損害を生み出している。不妊虫派死害などの対策により、1972年以降は、被害は軽減されてきている。羊における生活感は典型的である。メスのハエは、羊の体表で湿っていて、卵が保護されやすく、尿や瓶で汚染された部分に卵を産む。 卵が孵化するまでには天候などによるが、約8時間から1日かかる。一び孵化すると、幼虫は後期により皮膚を傷つけ、解放層を作る。皮膚が破られると、幼虫は、宿主の皮下組織まで穴を開けながら進み、深刻な炎症を伴う病変を作り、その部位は感染の可能性が高くなる。およそ2日後、細菌感染が起こり、 未治療のまま放置すると近血症内し排血症を引き起こす。この結果食欲不振や虚弱が起こり、治療をしなければ一般的に知識的な経過をたどる。クリスミウやマイアスススキーモモに次の3種類のトガに属するハエが経済的に重要な家畜のハエウ受症の原因となる。また、しばしば人においても問題となる。日本には こうした申請規制を示すハエは生息していないが、外国から帰国した後ハエウジショウと診断された症例は存在する。その他のトガの関与もしばしば認められる。例えば幼虫の発育に特異的な宿主が必要なハエである。微光、南山道医学大辞典は、馬場への学名として、ダーモットウビアホーミニスを挙げるが、他の文献によると馬場への学名は、 カストルファラスインテスタナラスである。ここでは、D. ホーミニスの和名として、ヒト膚フバを採用する。通常は腐敗した動物性、植物性の物体に散乱する肺だが、宿主に解放層や閃光がある場合はそこで発育する可能性がある。肉バエ族は、肉や果実に散乱した場合、それを食べた人に腸官肺を事象を引き起こす可能性がある。 ギハエブ事象とも呼ばれる。宿主が存在しなくとも発育することができる肺により、引き起こされるが、稀な病態である。偶然中卵が口、あるいは非尿生殖器の開口部に付着した場合や、中卵内し幼虫を食物と共に飲み込んだ場合に、起こる。ハエの成虫は寄生性ではないが、開いた傷口に散乱し、それらが孵化して幼虫になると、幼虫は生きた組織、 あるいは、エシした組織を食べ、肺うじ症を引き起こす。このような病態は、摂取した場合や、その他の自然光からの侵入時にも生じることもある。肺うじ症はアメリカではしばしば誤診される。稀な病態であり、症状が人食い的なためである。上官肺うじ症や、泌尿器肺うじ症は特に診断が難しい。肺うじ症の手がかりとしては、最近流行地に旅行をした。 皮膚に治らない病変が一箇所ないし複数ある、創用、皮下で動くものがある、皮下が痛む、小さな穴からの排泄物、病変部位から白いものが突き出している、などがある。人では、血清学的診断法も羊場への存在を確認するために用いられる。ドイツの昆虫学者、フリッツ・ザンプトは、ハエウジ症を以下のように表現した。 すなわち、生きた人間や脊椎動物に、総始めの幼虫が少なくとも、一定時間侵入し、縮死の餌死した、ないし生きた組織、体内の分泌物や接触したものを食べることである。しかし現在用いるにあたりこの定義は曖昧である。例えば、死んだ、ないし餌した組織を食べるのは、通常問題にならないからである現代では、肺う事象は主に、その症例で問題になっている点に応じて、 分類されている。偶発的ハエウジ症は、卵や幼虫を食べ物と一緒に飲み込むことにより、腸管でしばしば見られる。この状態は、ギハエウジ症とも呼ばれる。ギハエウジ症の昔から、ある原因としては、チーズバイカなどのハエのウジをチーズごと食べることによる。消化管内に存在する品種により、ギハエウジ症は重大な臨床症状を示すが、 ほとんどの場合は気づかれないままになる。第一の防除法は予防であり、何らかの害を及ぼす前に、ハエの成虫撲滅することを目指す。これは、ベクターコントロールと呼ばれる。第二の防除法は侵入された場合に治療を行うこと、感染した動物に注意を払うことである。ハエウジ症を引き起こすハエの成虫の集団をコントロールする主要な方法としては、 標的となる家畜の置かれている環境に対する殺虫剤の投与がある。有機リン系殺虫剤や有機塩素系殺虫剤が用いられスプレータイプが多い。その他の代替手段としては不妊虫放し違いがある。これは人工的に隔離し不妊処置を受けた大量のオスのハエを導入する方法である。オスのハエは野生のメスと交尾するためにメスを取り合うので、 その結果として、メスは幼虫に育つことのできない未受精卵を産卵する。また、ハエに好まれる環境を除去するという方法もある。例えば、羊の尾の除去である。他の例としては、羊のクラッチングまた、より永続的な方法として、一部の国ではミュールシングが行われる。これは、若い動物から皮膚を切り取って、残りの皮膚を引き締め、 ハエの攻撃を受けにくくする処置である。クラッチングを受ける、羊人でハエウジ症を防ぐためには、公衆衛生及び個人の衛生の改善、殺虫剤によるハエの根絶が必要である。衣類は徹底的に洗い、ハエがいない場所で乾燥させ、徹底的にアイロンが消する。アイロンの熱はハエの卵を死滅させる。規制が成立してしまった場合に適応となる。 皮膚肺炎児症の初期対応として呼吸口が形成されてしまった場合はその穴をワセリンで塞ぐことである。酸素が不足すると幼虫は表面に出てくるので処理しやすくなる。医療機関、動物病院ではこのような暫定的処置を行う時間はないかもしれない。その場合治療の選択肢はより直接的な切開を伴う場合もある手法となる。まず幼虫は 病変部位周辺を圧迫しつつ、ピンセットを用いて除去しなければならない。次に、傷口を洗浄し、消毒する。再感染を防ぐための処置も欠かせない。猫の肺有事象家畜の場合、予防的にイベルメクチンを含む、地効性の薬剤を急速静脈注射で投与する、ことにより、幼虫の発育を長期にわたり予防することができる。羊では、 ヒツ羊と呼ばれる処置、すなわち持続性の殺虫剤に動物を侵止し,し、幼虫が害をもたらす前に死滅させる方法が用いられることもある。フレデリック・ウィリアム・ホープは1840年に、総子類の幼虫によって引き起こされる疾患の表現として、ハエブ事象という単語を作った。ホープはジャマイカで不明な幼虫により引き起こされ、後に死亡した症例について記述している。 ハエウジ症という用語が初めて使用されたのは1840年だが、同様の病態は古代から存在していた。シャルル9世やアンリ3世の下界長であったアンブロワーズパレは解放層に寄生する幼虫を観察していた。エッシュした組織があると傷の回復がうまくいかないことがあるために、エッシュ組織を取り除くデブリードマンと呼ばれる処置が行われることがある。 このデブリードマンを S 組織に人為的に氏を着生させることによって行う手法である。ありがとうございます。